設定画面は4つのカテゴリーに分かれてるんですけど、まずネットワークね、デュアル SIM カード、デュアル SIM モデルなどで SIM カード1と SIM カード2があるよと。2の方には何もカードが刺さってない状態ね。で、ここで名前とかアイコン変更できますよと。で、Wi-Fi は、まあ、Wi-Fi の設定だね。こうなってるよと。で、戻ると。で、Bluetooth オンにして見てみるか。で、モバイルデータ。こういうふうになってるよと。SIM1 と SIM2、ま、分かれてますね。次。通話設定。これも SIM1、SIM2 っていうふうに分かれてて。で、ボイスメール、発信番号制限、着信転送、着信ブロック、通話時間、その他設定。なんだろう、これ。発信者番号割り込み通話サービスの設定ができるんだ。という感じで。で、共通っていう項目あるんだけど、これはですね、アプリ使用中に音声着信画面を表示する場所を変更できるんだ。セカンドスクリーンに表示できるんだ。こういうふうな形でセカンドスクリーンを活用することもできるんだね。なるほど。で、着信拒否の設定、応答拒否メッセージの設定、自動応答、着信時のバイブレートをオンオフ、ノイズリダクションをオンオフ、クリアボイスをオンオフ、連絡未登録番号追加、知らない人から電話がかかってきた時に、登録をするかどうかっていうのを確認する画面を表示するかしないかっていう話だね。で、電源キーで通話を終了する。はい。で、ジェスチャー、アンサーミーとミュートができるよと。そうなんだ。電源キーで通話を終了するとか、アンサーミーミュート。この辺ってさ、こんなところにあるんだね。結構気がつきにくいので注意だな。つまり、ジェスチャーの設定は、通話設定の共通の項目にありますよということですね。はい、次。接続の共有と接続と。NFC、Android Beam、スマートシェアビーム。何これ？ LG スマートフォンタブレットからスマートシェアビーム経由でファイルを受信するときにオンにします。LG のなんか独自のアプリケーションかな？ま、どうでもいいかな。で、DLNA サーバーにも対応してるんだね。こんな風な項目あります。よくわかんないけど。で、画面共有、ミラキャストもできるよと。こんな風になってます。で、LG エアドライブ。何でしょうこれ。LG アカウントを使用すると端末と PC の間での共有管理が可能になります。まあ、これも LG のなんかサービスというかだそうです。詳しくわかりません。次、印刷ね。はい。印刷の項目だと。ずっとね。はい。で、共有と接続終わって、次、テザリングだね。で、USB テザリング、Wi-Fi テザリング、Bluetooth テザリングができるよと。つうことだね。あとはヘルプと。で、その他。機内モード。ここで機内モードのオンオフなんだ。で、VPN の設定、モバイルネットワーク。何これ。ここで APN の設定とかするんだ。ずいぶん深いところでやるんだね。だから、APN を設定するには、ネットワークのその他を言って、そこで初めてモバイルネットワークが出てくるんだ。普通ネットワークのさ、この辺にあって叱るべきだよね。ここで、あ、あったと思って、これモバイルデータを押すとさ、これになっちゃうんですよ。ちょっと普通のスマホとね、メニューの構成違うんだよな。まあいいや。とりあえずこれでネットワークは終わりと。